会社付け人間が大勢いるぜ。よみんなこんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれ。ウミガメの挨拶ちゃんと知らないやつも中にはいるんだな。じゃあ誰かにお手本やってもらうから。大丈夫さ。はい。じゃあ後ろの真ん中でさ、2列目のこっちの通路沿いにいる、コーラ黒っぽく見えるけど茶色かな、そう、そこの人にお願いしようかな。いや、名前は何てんだい。りょうくんです。りょうくん、自分にくんづけ。まあ可愛くていいじゃないか。じゃありょうくん、これが最高だぜって言ったら、りょうくんはヒレを両方高く上げてくれ。準備はいいかい。いくぜ。りょうくん、最高だぜ。やるじゃないか。拍手しようぜ。りょうくん、かっこよかったぜ。あとは自分にくんづけ、卒業しような。よし、じゃあ、かいたさ、次はさ、じゃあ、こっちの前で、2列目で、じゃあ、端から4番目の子を話してみようかな。かいたさん、わかるか？うん。ちょっと入りづらいけどごめんな。よし、じゃあ君の名前は何て言うんだい。恥ずかしくなっちゃって。わかるぜ、そりゃいきなり知らないウミガメに話しかけられたわ。じゃあ隣のお隣ちょっと手伝ってもらおうかな。隣の大人、じゃあまず君から隣のこの子の名前教えてもらってもいいかい。大人も恥ずかしいか。そんなこともあるよな。いついつ、じゃあさ、また落ち着いたら話そうな。じゃあ今日さ、みんなに会えて俺すげえ嬉しいんだ。っていうのはな、今俺の息子のスクワードって子がさ、なんでか知んないけど人間にすげえ興味を持っててな、どっかで見かけたのかな。でさ、俺に人間についてめちゃくちゃ質問してくんだよ。でも俺人間のこと何にも知らないからさ、答えてあげられなかったんだ。だから今日はみんなに人間について教えてほしいんだ。協力してくれるなら資料あげてくれ。嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。よくやるじゃねえか。その調子だぜ。よし、それじゃあスクワードからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるの？だってさ。よし、じゃあ食べる人知り合いでけ。あ、ほぼ食べないかな。よし、じゃあ、ガイドさん、こっちの前で、3列目で、じゃあ、内側の通路から2番目にいる茶色い甲羅の人に聞こうかな。いや、君の名前は？ゆきです。ゆき、よろしいな。じゃあ、ゆき、人間がさ、どんなもん食べてんのか教えてほしいんだ。じゃあ、その中でも、ゆきの大好物って何だい？お寿司です。あ、お寿司、初めて聞いたぜ。お寿司ってのはさ、どんな食べ物なんだい？酢飯の上に切った魚を乗せます。魚、俺の友達だぞ。分かってるぜ、冗談でな。人間の冗談はえげつねえな。じゃあ俺の好きな方を教えるな。俺はさ、この下に生えてるみたいな海藻っていうやついっぱい食べるんだけどな、その中でも俺は特にわかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるの好きなんだ。そうして俺の体こんなにでっかくなって、体重は300キロあるんだぜ。じゃあユキ、また機会があったらさ、俺の8歳の息子のスクワットって子がすげえ楽しみにしてから、今度はスクワットに教えることができる君の本当に好きな食べ物を教えてくれた。あと冗談は相手が喜ぶやつにしような。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。なんか俺に質問があるやつ元気に知り上げてくれ。何でも答えるぜ。
じゃあまずはそうだな、じゃあこっちの前で3列目で内側の通路から3番目にいる大人に聞いてみようかな。いや、君の名前は？ともこです。ともこ、よろしくな。質問なんだい。どうやったらクラッシュに会えますか？今会ってるけど方法実は知ってたな。会えて嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の質問、何でもいいぜ。手挙げて。後ろのやつらも遠慮すんな。じゃあ次はさ、じゃあこっちの後ろで、じゃあ一番前の端から二番目にいる黒っぽいコールの人に聞こうかな。いや、名前、なんて言うんだい？ワムです。じゃあワムの質問なんだい？なんか嫌なことがあった時の切り替えが苦手なんですけど、どうしたらすぐ切り替えられますか？何があったんだよでもさ、切り替えなくていいんじゃないかな。だってさ、そりゃ嫌なことがあったんだからさ、自分の気持ちに嘘をついてもしょうがないと思うぜ。嫌なことがあったらさ、そりゃそういう気持ちになるよ。たださ、それを誰かに話したり、その気持ちを出すことを覚えるといいかもしれないな。そうやってさ、聞いてもらったりすると、少しは気が楽になったりするからな。まずは自分の気持ちに嘘をつかないで、その気持ち受け止めてあげてくれな。お会いしているぜ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の質問、何でもいいぜ。元気に引き上げて。じゃあ次はさ、じゃあこっちの一番前の端から4番目にいる黒っぽいコールの人かな。いや、名前、なんて言うんだい？カスヤです。あ、ごめんな、今ちょっと俺はっきり分かんなかった。もう一回教えて。カスヤです。あ、カスヤだな。じゃあカスヤの質問なんだい？クリスマスに友達と遊ぼうと思ったら、友達に彼氏と遊ぶから無理って言われたんですけど、その時の対処法を教えてください。一人で遊べそのクリスマスって俺さ、よく分かってないんだ。クリスマスってなんか人間の世界って楽しそうにやってんだな。一人じゃクリスマスってのは楽しめないかい？世間一般では悲しい人って言われます。え、悲しい人って言われるの？あ、でも悲しい人って言われるだけ？確かにそうかもしれません。言われても楽しめるな。解決だなお前たち最高だぜ。よし、次の質問、何でもいいぜ、引き上げて。じゃあ次はさ、じゃあユキの隣のこっちの3列目の内側の通路沿いの子に聞こうかな。いや、君の名前は？桜子です。よし、じゃあ桜子、俺に何が聞きたいんだ？クラッシュは結婚とかしてるんですか？あ、結婚って聞いたことあるぜ。人間がさ、パートナー同士一緒になることをそう言ってんだよな。俺にもそういう大切なパートナーいるから、人間みたいに言うと、じゃあ結婚してるってことになるんじゃないか。さっき言ったスクワートって子もそのパートナーシリーとの間の子だしな。スクワートだけじゃないぜ、全部で65匹いるんだけどさ、そのお母さんが俺の大切なパートナーシリーだぜ。シェリーよな、130年前に出会ったんだけどさ、まあヒレが滑らかで甲羅ピカピカでさ、家族思いで、俺はその130年前に出会ってからシェリーのこと心から愛し続けているんだ。何言わせんだ、恥ずかしいじゃないかよ。では聞いてくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。なんだこの音、ハイドロフォン壊れたかな。ハロー。あ、ベリーじゃないか。あいつのエコロケーションすげえんだぜ。目つぶったままでもああやってうーってやると何でも見えてきちゃうんだってさ。人間たちはできんのかな。誰かにやってもらう。ここはりょうくんにお願いしようかな。りょうくん、エコロケーション挑戦してみようぜ。今からさ、俺がヒレをこうやって何本かあげるから、俺が何本ヒレあげてんのか目つぶったままエコロケーション使って当ててくれな。じゃあまず頭の横に両ヒレ持ってきて。
そうそう、そのまま目閉じてうっすら見えちゃうといけないから顔は下の方向いとこうかな。そう、じゃあそのままさっきのベイリーみたいにうーって言ってくれ。せーの、うーん、いい感じだ、続けて。息吸って長めに続けて。よし、そこだ、まだ見んなよ、見ちゃダメだからな。じゃあそのまま俺があげてる資料は何本だ。2本。正解だぜ、みんな拍手しろぜ。よくやるな。カエル、カエル、カエル、カエル。パパパパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。あ、分かった分かった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなに会えてすげえ嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。